チュース、ピースオブケーキのあさちゃんです。ささんです。本日も最後までご覧、よろしくお願いします。毎週日曜日ゲーム動画投稿の日となっております。はい、今日は2人でお届けします。はい、はい、カメラを回さない外でかれこれ2時間半ぐらい、はい、ゲームを探しておりまして、はい、ようやっと2人で遊べそうなゲームを見つけました。はい、それがこちら、文字ピッタンアンコールを今日はやっていこうかと思います。文字ピッタンをやったことないのにいきなりアンコール。はい、まあ、アンコールとはいえ、はい、ルールとしては、文字を文字して文字するゲームです。文字文字するゲーム、文字文字するゲーム。ああ、本編行ってから、まあ、遊び方の方をちょっと説明して、はい、対戦ゲームができるらしいのでやっていこうかなと思います。はい、ということで本日は文字ピッタンを遊んでみよう。イエイ。それでは最後までご覧ください。文字文字。はい、文字ピッタンアンコールやっていこうかなと思います。はい、はい、それではゲームのルールやコツを知りたかったらここを見てみようを見てみましょう。はい、遊び方、言葉の作り方、文字ピッタンは読めなかった。まずはじめに文字ブロックを選びます。選ぶくんの中のブロックを選んで丸ボタンを押すとブロックをつかめます。はい、次に文字ブロックをマスに置きます。はい、言葉が作れるマスまでブロックを運んで丸ボタンを押すと置くことができます。丸しか使わないってことね。うん、2文字以上の言葉ができればブロックを置くことができます。あ、そういうことね。はい、文字ができるのは上から下、左から右だけです。はい、斜めや逆方向はダメです。はい、まとめ、まあ要はあの文字を選んで、うん、文字が作れそうなところに置けっていう話です。はい、はい、まあ以上が基本ルールなんで、はい、それでは対戦を始めていきたいと思います。はい、はい、2人で対戦。はい、コントローラー2個で対戦。たくさんある。めっちゃある、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 めっちゃある。どうステージか、文字だらけステージか。まあ持ち時間は、はい、長めにとって、はい、4×4 ちっちゃいステージをやっていきます。先行はさっさん。こういうことだね。
あとちょっと。こんな感じでオセロ感覚で合わせてピッタンしていくゲームです。なるほどね。じゃあ次が本番と。おっと、多分ね正方形みたいなんだからダメなんだと思う。こんな感じ。ラーメンでいいっすよ。ラーメンで、まあ、ラーメン、はい、ラーメンで。はぁ、モラ、ケドン、イギシン、キーキュー、これは忘れない、なくてダリハイ、リオーズ、ドリオーズ、あれか、これだ、猜疑心、言葉じゃないからゴムがあるの。ということはリーチ。
さっさの自分のパネルを取らないとまずいですよ。おかしいでしょ。まあこんな感じで、はい、やってみましたが、はい、いかがでしたでしょうか。めっちゃいいですね。なんで廃材がないのがもうそれは許せない。ゴモラがあって廃材がないのここはあのさじ加減じゃないゲームの、そこはもうおかしい。もう沖縄全沖縄県民を敵に回したことで、あれじゃないですか、一部地域だから。一部地域バカじゃない。してないしてないしてない。あの文字ピッタンに文句言ってください。はい、まあこんな感じで、はいはい、まあまたやってみましょう。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それではせーの、チャオー。